皆さんこんにちは。一宮市広報アイラブ一宮の時間です。司会の玉越義弘です。どうぞよろしくお願いします。さて今回はですね、なんと一宮市に東京パラリンピック2020の金メダリストがやってきて、さまざまなイベントを実施しているとか、早速行ってみたいと思います。皆さんはシッティングバレーをご存知でしょうか。お尻を床につけたまま行うバレーボールなんですよ。ネットの高さを低くし、狭いコートで行うんです。障害を持つ方だけではなく、子どもや年配の方など、さまざまな人が遊べるスポーツとして注目が集まっているんだとか。さあ今回の催しについて、スポーツ課の吉田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ吉田さん、今回どうしてこの金メダリストの方が一宮に来てくれたんでしょうか。一宮市は東京2020オリンピックパラリンピックにおいてアメリカのホストタウンでした。事前キャンプ地の受け入れと市民との事後交流会を準備していましたが、新型コロナウイルス感染拡大があって選手団は一宮市へ来訪できませんでした。来訪が叶わず残念な思いの中、女子シッティングバレーボールアメリカ代表チームは本大会で見事に優勝し、金メダルを獲得しました。事前キャンプのために協力いただいた学校や関係機関とアメリカ代表チームとの関係者とでオンラインによる優勝報告会を行い、お祝いしました。なるほど、そういった背景があって今回実現したわけですね。はい、そのオンラインでの優勝報告会の中で、今回こうやって一宮市に来ていただくことを約束していただくため、今回こちらの方に来るということが実現いたしました。さあ現在我々の後ろではシッティングバレーの体験会が行われていますね。はい、そうなんです。アメリカから選手3名と監督コーチが来てくださって、はい、実際にこうやって参加者の方々とパス、サーブなどを行っています。吉田さん、私もぜひ体験してみたいんですけれども、ぜひ一緒に参加していただいて、シッティングバレーの楽しさを伝えていただければと思います。わかりました、シッティングバレーに挑戦してみます。さあいよいよシッティングバレーにチャレンジしてみたいと思います。なんとお相手は金メダリストのニッキー選手です。よろしくお願いします。ハローさあシッティングバレーということは、まずやっぱ座った姿勢を取るんですよね。 Yes, you have to sit down on the floor. Oh, sit down, okay. Yes, okay. 床に座って移動は全てこの状態で行うんですね。Yeah, so you sit on the floor. Your hands are going to go on the floor. 手は床につけて。はい、手は床につけて。And you want to make sure that a part of your foot is on the floor so you can move. 必ず足のどこかの部分は床についていけない。はいはいはい。はい。マイ？マイ？なかなか難しいです。ボールに集中すると動きがおろそかになるし、こっちに集中してるとボールが追えないし、なかなか難しいですね。It's very fast. 早くやんなきゃいけない。そうですね。Yes. Yes. One more. One more. Yes. Okay. Mike. 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 Yes. これ何か座ってやるバレーは何か制限がいろいろあって難しかったです。やっぱりどんな人でもそのボールがあれば楽しめるスポーツだなって思いました。思ったよりこう座りながら動くのが大変だったり、上半身だけでボールをこう動かすのがすごく難しかったけれど、すごく楽しかったです。 Oh, they're so much fun! They're energetic! They want to try everything! And they're so full of life!
fall in love with the game just how I have fallen in love with the game. And I hope that they continue to play all the way until they get older and invite their friends to play and their family. さあ、吉田さん、交流事業はこの体験会だけじゃないんですよね。はい、そうなんです。一宮市の中学生が代表選手に一宮市の魅力について英語でプレゼンをするんです。詳しくは国際交流協会の中野さんから紹介します。中野さん、お願いします。一宮市国際交流協会の中野です。こちらではパラリンピック金メダリストと一宮市中学生の七夕交流を実施します。市内の中学生の皆さんとパラリンピック金メダリストの皆さんに交流をしてもらうことを目的としております。また市内の中学生の皆さんは日頃から一生懸命英語に取り組んでいらっしゃっておりますので、そちらの活躍の場となればと思い実施しました。ですね、6月上旬頃から参加者を募りまして、6月の下旬にですね、第1回目のミーティングを実施しました。また本番までに4回ミーティングを実施しました。1回目のミーティングはですね、顔合わせを行いまして、2回目と3回目のミーティングで原稿を読む練習でしたり、スライドを作ったり、質問の練習などをしました。第4回目のミーティングはですね、リハーサルとしてですね、本番同様に実施しました。その際にですね、アメリカの金メダリスト選手の代わりとしてウルドックスの選手に、聞いてもらいました。一宮市の産業や名物、あとは観光スポットであったり、あとは七夕祭り、今年どういったものが見物であったり、そういった内容を紹介しました。その後はですね、質疑応答の時間となりまして、金メダリストから中学生の皆様へ今回のプレゼンテーションの感想でしたり、あとは中学生の皆さんへ質問でしたりを行いました。その後の時間はですね、一宮市がお化けのマールと一民がコラボした短冊があるんですけど、そちらに中学生の皆さんとチームの皆さんが短冊に一緒に願い事を書きながら歓談をしました。前で喋るときは緊張してたんですけど、実際こうやって喋ってみるとすごい楽しいです。Oh, it was awesome! They gave a lot of details about the festival and about each and every city. So I loved every bit of it. It was really, really good. Have you ever played volleyball? 自分が知ってる単語とかで頑張って喋れるように頑張りました。中野さん、ご紹介ありがとうございました。その他にも様々なイベントが行われました。アメリカ代表チームと稲沢を本拠地に活動するバレーボールチームウルフドッグス名古屋、そして大阪のシッティングバレーボールチーム大阪アタッカーズによるエキシビジョンマッチが行われました。会場は大変盛り上がりましたよ。はい、一緒に同じコートで楽しめるっていうのが、まあ、シッティングバレーの一番楽しめるところなんじゃないかな。インドアの、まあ、6人制9人制のバレーボールってどうしてもこう身体能力の差っていうのがかなりこうなんていうんですかね、顕著に出てしまうと思うんですけど、まあ、シッティングだと本当に老若男女、まあ、みんなこう垣根を取っ払って、まあ、みんなで楽しめるっていうのはすごい、いいんじゃないかなというふうに感じてます。その他にも東京パラリンピック日本代表の嵯峨根望さんを交えてのトークショーも行われました。シッティングバレー、さらにはパラスポーツへの関心が高まるイベントでしたね。吉田さん、はい、コロナの影響で開催できなかったこのイベントがこうして開催できたことをどう思われますか？これだけたくさんの人に参加していただけるイベントはあまり今までできていなかったので、代表選手も参加者も大盛り上がりでいいイベントになったと思います。本当にそうですね。
吉田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。